絶縁抵抗測定ブレーカー遮断メジャー、まず金属部分に当ててアース確認していきます。はい、アース良好。じゃあ絶縁抵抗測定していきます。絶縁抵抗測定無限大、無限大。最後にアース確認していきます。はい、アース良好。絶縁抵抗測定試験終了です。